アイランドファクトリーのルカパッドです。さあポケモンレッツゴーやっていきたいと思います。まあ、花田ジムかな目指してやっていこう。ジム、あ、ロケット団だよね。泥棒入られた。この家にはコラットの一匹入らせません。ジムこっか。おーすげえ、なんであんなとこいるんだろうか。オース未来のチャンピオン、ここは花田ジムのリーダー霞はなかなかに強い。レベル15以上のポケモンを持ったトレーナーでないと挑戦が認められないぞ。ジムリーダーと戦いたくばレベル15以上のポケモンを俺に示すのだ。よかった、結構ギリギリじゃん。さすがレベル15以上のポケモンを持っているようだな。ならばいけ、頑張れよ。あ、ここでバトル起きるのね。うおー、すーげえ。あー、なるほど。ザブンと登場、私のポケモンで骨抜きにしてあげる。はい、気持ち悪い。俺がやるとき、あー、すげえ、あざとポーズ決めちゃってる。大人のお姉さん、大人のお姉さんもバリエーションがあるからな。はい、ピカチュウいってらっしゃい。いや、ピカパと電気ショック、はえ、電光石火か。結構痛いな。うわー、耐えられるか。あー、まひった、ナイス。つってもな、電光石火じゃな、まひれ。おお、違う技選択したのかな。オッケーオッケー、レベル17。お、攻撃の補正かかった。攻撃の方が圧倒的に高いな。まあ一応寂しがりだからな。ブクブク溺れたな。飛び込みで体力使い果たしちゃった。ああ、一緒か、大人のお姉さん全部。え、私水虫だったらいい女よ、自分で言っちゃうんだ。さあ、あやめさんが勝負仕掛けてきた。シェルダー、シェルダーには氷入ってないから、いや、まあつっても特務低いから電気ショック一撃いけるんじゃないか。本当はね、二度蹴りの方が威力出そうだが、オッケーオッケー。やっぱ特務はそんなのね。お、バナパトのレベル上がる。毒の粉か、まあ、定数ダメージ、あー、まあ、体当たりいらねえな。12のポカン、よし、毒の粉。あー、眠り子なんでいいな。じゃあこの流れで言うと、しびれ粉覚えるか。あー、しびれ粉覚えないんだっけか。もうびしょびしょ、そりゃ飛び込めばそうだよな。私の悔し涙でプールの水がしょっぱくなったわ。何を言ってるんだ。いい飛び込みだ。今の飛び込み見た？金メダル級よね。ね、いやー、金メダルってことは何？オリンピック的なのがあるの？さくらさん、パウアウ、パウアウか。結構変わったポケモン出してくるな。二度蹴り、そんな効かんよな。結構初代はあれだね、進化して氷タイプつくポケモン多いから。うわー、そん、どっちもそんなに効かねえな。まあパワーは耐久高えからな。よし、この体力でいっちゃうか。あなたのポケモン金メダル、トサキントとスターミーかな。君はポケモンを育てるとき何かポリシーがある。好きなポケモンは育ててます。
私のポリシーはね、水タイプポケモンで攻めまくることよ。さあ世界の美少女かすみ様が相手になるわ。いくわよプリティーチャーミー。あれそれちげえなそれはちげえな、それ敵役だな。あ、コダックか。はい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 、行くぜバナパト。レベル高い。やっと力、あー念力は痛いぞ。いやー17、違うなー22。回復量は怒り、うわーギーうわーちょっと耐えないかなー。耐えろ乱数であれ。おはっ、うわー耐えないのかい。バナパトーいい感じ見せたのに。念力入るだろー、一回パッと挟もう。悪いパッドを任せた。こんな序盤で惜しいよ。宿りが続く。いけいけ砂かきじゃ。水鉄砲いい。だがあもう目に砂入ってもう見えない。あー見えない。さあじわりじわりとワノパとパッドのいやらしいコンビネーションでパッドかわせ。かわさない。パッドごめんよ、ピカパトにあとは任せるんだ。いくぜピカパト、ピカチュー。さあ電気ショック、うー耐える。あーよかった、ここで砂かけが。パッドが生きた。パッドお前は無駄じゃなかったぞ。よー第二のジムでこんなクソ試合をドロドロにさせていくぜ。お火の粉覚えた、ナイス。スターミー進化進化しちゃってるね。進化するかそりゃ。あいいなそのスターミンの回り方、なんかポケモンスタジアムみたい。電磁波でナイス。うわー90が命中が下がった。あれがここに響いた。あーピカチュウ、電気ショックいけるかな。行こう。いやあ終わった。おわっ、うわー悲しませないとえああピカパト面白すぎかよ負けたー。負けたぜ。いやー挑む必要ない。よしもう再戦だ。